件は順調か？キャサリンさんのところへは依頼を受けに来たのか？またワクワクするような冒険を始めようとしてるんだな。俺はベネット、どこにでもいるモンドの冒険者さ。ああ、つい強引に話しかけてしまった。悪い悪い。お前のことは前々から気になってたから、あえて嬉しかったんだ。実を言うと少し緊張もしてる。もちろん神秘的な異教の旅人、風流の災いを収めた勇士、そして冒険団の団長、どの肩書きも羨ましいぜ。ああ、冒険者の間ではもう広まってるぜ。お前の冒険団が大陸のあちこちで活躍してるって。毎日何気ない依頼をこなしているように見えるが、大事件が起こると必ず現れるだろう。とにかく俺はお前が羨ましいんだ。だって主人公みたいじゃないか。それに俺は運が悪くて冴えないし、自分の冒険団だって。おっと、なんでもない。気になる人の前で何をメソメソしてんだ俺は。もっと有意義なことを話さないと。あのさ、もしよかったらだけど、後で冒険に行くんだったら俺もついて行っていいか？横で見てるだけにしとくから。お前は知らないかもしれないけど、俺ってすごく運が悪いんだ。一緒に冒険したら悪い運がお前にまで影響して冒険を台無しにしちまう。お前に迷惑はかけたくない。だから横で見てるだけでいい。それだけでいいんだ。本当か？俺の聞き間違いじゃないよな。お前と一緒に冒険ができるってことだよな。こんなチャンスが巡ってくるなんて夢にも思わなかったぜ。そう謙遜するなって。お前が成し遂げた数々の偉業を俺は全部知ってるんだぜ。冒険者協会からも高い評価を受けてる。そうだ、せっかくだしさっき手に入れた情報を教えてやるよ。俺の友達のフィッシュルが最近神秘的で危険に満ちた遺跡を発見したらしい。その難易度は冒険以来で言うと B ランクから A ランクの間なんだ。このレベルの依頼は普段の俺なら引き受けない。何せ俺の運じゃ自分の実力より低いレベルの依頼じゃないと安定して達成できないからな。でも今回はお前もいるならこれくらいの依頼は朝飯前だろ。おいおい、教会はそんな違法な依頼は出さない。遺跡は危険だけど、その代価として相応の宝が眠ってる。もう待ちきれないぜ。そうだ、一つ聞いておきたいんだが、冒険の前は食べ物を準備する派か？お、やっぱりお前の実力ならそんなこと考えなくてもいいんだな。さすがだ。じゃあ早速出発しようぜ。ここは思ってたより普通だな。想像してた危ない雰囲気とは全く違う。もしかしてお前がそばにいるから安心感が増したのかな。もうお宝の気配を感じるぜ。早く先に進もう。仕掛けがあるみたいだ。あそこに
左右一つずつある装置が関係してるっぽいな。でも装置の横、見るからに危ないものが潜んでそうだぜ。長年の冒険経験から察するに、あの装置の起動方法を間違えたらひどい結果が待ってそうだ。俺が先に試してみるか。任せろ。ああでもお前も知ってる通り、俺は絶望的に運が悪い。だからこの2つの装置、どっちを起動させるかお前が決めてくれないか。俺は左だと思うんだけどな。でもだからこそ右っていうことか。どれどれ。今の音は、しまった、全ての出口が塞がれた。もしかして間違ってたのか。もう終わりだ。